話したいことを話していいと言われまして、まあ、これだけは聞いてみたいなことは特別ないんですけどね。なんか、最近じゃあ買おうかなと思ってるものの話でもしようかな。いろいろラインナップしてるんですけど、布団カバー。一 個。なんか、ね、ちょっと肌寒くなってきたんで、季節にも合わせて、なんか、使える、ちょっとおしゃれなやつとかを買おうかなって思っているのと、なんか、割と最近買ったゴミ箱があるんですけど、そのゴミ箱の、なんかそのゴミ袋を取り付ける金具がなくなったんですよ。なくなるわけがないんですけどね、そんなの。毎回その金具を取って、ゴミ袋入れてから、その金具で挟んで止めるみたいなやり方で結構大きいやつなんでね。それがなくなるわけがないんですけど、なんかなくなったんで、それ買おうかなって思って、ネットで見たら、なんかそのパーツだけを売ってるのがあったんですけど、そのパーツの値段よりも送料の方が高くて ちょっとやめとこうかなって思いました。皆さんこんばんは、山本さやかのスパーク始まりました。急に何の話やねんっていうオープニングでしたけども、何でもない私の普通話を聞いていただきました。まあそれにもね理由があります。今夜のメッセージテーマ、ふつおた祭りです。久々ですね、ふつおた会でございます。普段は何かしら必ずメッセージテーマがあるんですけども、今日はないので、私に聞きたいこと、やってほしいこと、最近あったびっくりしたこと、嬉しかったこと、おすすめ漫画にハマっているゲームなどなど、ノンジャンルで大募集します。メッセージを紹介させていただいた方全員に番組ステッカーをプレゼントいたします。メッセージの送り先は、ツイッターの方、ハッシュタグは SP813、そしてハッシュタグ JWEB をつけてつぶやいてください。すべて小文字でお願いします。また、番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからも送ることができますので、そちらからもお待ちしております。今夜1時までスパークにお付き合いお願いいたします。では、山本さやかのスパーク、今夜のオープニングの一曲に行きたいと思います。最近ね、こうなんかあのサブスクのこうプレイリストだったりとかでね、見かけるようになったバンドさんの一曲なんですけど、すごい耳に残るメロディーだったりとか、あとなんか言葉遣いっていうのかな、なんかなんだろう、ラップじゃないんだけど、こうちょっと心地のいい陰って言えるようなものを踏んでたりとかするのが、なんか歌詞を見るのもなんか楽しい、そんな風に思う一曲でございます。聞いてください。空白ごっこプレイボタン。空白ごっこでプレイボタンをお送りしました。山本さやかがお送りしているスパークマンデー。それでは皆さんから届いているメール紹介していきます。今日はふつおた祭りです。まずはラジオネームキャンディさん。さやかちゃんこんばんは。こんばんは。今 RE ツアー絶賛開催中ですね。セットリストや演出などのお話はすごく聞きたかったですが、ネタバレは良くないので、他に気になるのは本番前後のルーティーンです。ライブ前と後はどうしていますか、知りたいです。ありがとうございます。お気遣いもいただきまして。そうですね、本番前は特にね、これは絶対するみたいな、自分のことはあんまないかもしれないですね。エンジンはします。大体本番5分前とかにみんなでやるんですけど、あとは本番前は、まあ、ルーティーンというか個人的な決め事は、ご飯を食べない、ご飯っていうかあんまりお腹に入れない。だから大体本番が、まあ、6時とかだったりとかしたら、まあ、最後に食べるのはお昼ご飯をリハ前には終わらせるんで、もうリハからリハ以降は本番後まで何も食べないっていう感じで最近は行ってます。だから
もう本番始まる前には最近お腹ペコペコで、終わってからもペコペコなんですよ。でも終わってからのケアが大事なんで、その直後はまずその喉のクールダウンをして、発声でクールダウンをしてから喉をアイシングしたりとか、あとは直接のアイシングで氷水、キンキンに冷えた水を飲んだりしてますね。あとは最近はその疲れが残りにくい、BCAA というかアミノ酸、そういうものとかを飲んだりとか、本当アスリートみたいな感じのことをやってます、直後は。あ、そのもっと前で言ったら、はけていったら、こうみんながね、アーチみたいな感じで待っててくれるんで、お疲れ様でしたーみたいな感じで、ちょっとさらーっとなんかライブどうだったみたいな話とかをして、写真を撮って、で、さっきのルーティンですね。で、お弁当とかケータリングを食べる。で、帰るっていう感じですね。はい。終わりの方が割と決まってるかもしれないですね。お腹に物を入れないのは、なんか重くなるのが嫌で、やってればね、どんどん体は軽くなっていくとは思うんですけど、やっぱ最初一番なんかこうね、身軽でいきたいなっていうのもあり、あとはお腹いっぱいだとちょっとお腹に力が入れにくかったりとか、なんか歌うのにも個人的になんか気になるなって感じるので、もう気にならないように、普段何気なく歌ってる時とかと同じような状態でいきたいなと思ってそうしております。続いてラジオネームチャロさん、よくおすすめの映画、ドラマ、漫画、アニメなど聞かれることが多いかと思いますが、おすすめだとハードルが上がってちょっと構えてしまうと思うので、特におすすめしないけど最近こんなの見たとか、次はこれが気になっているとか、フランクにお話ししてほしいです。おすすめしないって言ったら逆にちょっと語弊ありますけどね。確かにね、なんかおすすめって言われると力説しないといけないみたいな、ここがいいんだよっていう評価をしないといけないみたいなね、難しさがあったりとかしますよね。あ、前評判しか見てないか、あ、だったらまだ見てないんですけど見たいなって思ってるのはオッドタクシー、これも結構話題になってますよね。なんかしっかりしたテーマ、なんか割とシンプルなテーマの上でこうものが進んでいくみたいな感じで、ちょっとなんかなんだ、怖いところもあるのかな、何なんだろうか、まだこんなレベルの知識なんですけど、なんかよくね勧められるんですよ、面白いですよみたいな声を聞くんで、あ、じゃあちょっと見てみようかなって思ってるのと、最近本当ねツアーだったりなんだったりで結構そういう時間が作れてないので見たいなと思ってる。 あとあれ、韓国ドラマのイカゲーム流行ってますよね。イカゲーム、私ドラマ本当に見ないんですよ、なかなか見続けられないんですよ。けどすごいなんか面白そうだったんで、そのお話聞いてる時もそうですし、なんか予告とか動画見たりとかしたのも面白そうだったんで、ちょっと気になってますね。これはがっつり時間ができた時に見たいなって思ってます。はい。続いてラジオネームかなちゃん、さやかちゃんこんばんは。こんばんは。普通歌を送っていいということなので、どうしてもさやかちゃんに相談したいことがありメールを送りました。私はこの春保健室の先生になるために看護学校に入学しました。ですが第一志望校に受かったものの補欠合格でした。補欠は恥じることじゃないからと強い気持ちを持って入学しましたが、なかなか自信を持つことができません。補欠で合格したんだと友達に思われるのが正直怖いです。さやかちゃんだったら自分のこの不安な気持ちをどうやって受け入れますか？なるほど、補欠入学っていうのがあるんですね。それはどういった違いがあるんですかね？繰り上がりなんだ。あ、そうなんですね。でもそれは全然いいことじゃないですか？むしろね、繰り上がれるポジションにいたっていうわけですから、ほんと惜しくって運がね、よくやってきたわけでしょ。だから頑張ってきてなかったら、ほんと1個2個の差で繰り上がれなかったわけですから、それはね、本当に奇跡的に繰り上がれて、その夢への一歩に近づけたっていうわけですからね。それはまあね、合格した理由はどうであれ、事実として合格したっていうことと、本当に
保健室の先生になるための道をこう歩き始められたっていうことはが何よりいいことだと思います。だからね、そこは本当、まあね、気にするなって言っても、まあ気にするとは思うんで、気にするなとは言わないですけど、ポジティブに考えられる面もすごいたくさんあるんじゃないかなって思います。うん。だし、そうやって思う人を、もうね、よっぽどひねくれてるんじゃないかなって思いますし、だからそんな、ふうに思う人もね、まあ、きっといないと思いますし、もし思ってる人がいたら別に思わせとけばいいし、肝心なのは合格してからですからね、そこで別に競ったところでっていう話ですから、はい。もう自分が保健室の先生になるっていう、ブレずにね、そこを求めて気にせずにやってほしいなって思います。頑張ってください。はい、ということでありがとうございます。普通オタなんでね、いろんなお話ができるのが楽しいですね。メッセージ紹介させていただいた方全員に番組ステッカープレゼントいたします。ではここで一曲、私の新曲をお届けしたいと思います。10月27日に配信リリースになります。山本沙耶香で相まって。山本沙耶香で相まってお送りしました。さて続いてはこちら行きましょう。そんなんほかしー。ほかすとは関西弁で捨てるという意味です。そんな捨てたいけど捨てられないと迷っている皆さんを救ってあげたい、ミス断捨離こと私山本沙耶香が皆さんの捨てられないのという悩みを一刀両断。これで気持ちもお家も整理しちゃいましょう。ではまず一つ、ラジオネームアイトさん。断捨離師匠こんばんは。こんばんは。 iPhone の空箱です。家に何個もあって邪魔なのですが捨てられないです。断捨離師匠ならどうしますか。捨てます。さよなら。過去最速レベルでしたね今。逆になんで置いとくんやろ。なんかたまにその、あ、充電器がもうなくなったなと思って過去のやつ置きっぱなしにしちゃってて、中開けたら、あ、入ってたとか、いうことがあることはあったんですけど、でも中身が基本ね、最初にもう全部出しちゃって使うから、箱自体は本当にもう箱として使わない限りね、いらないかなって思うから、私は置いてないですね。なくていいものなんじゃないのかな。どうだろうか。保証書？そんなんありましたっけ？え？電化製品か。あ、そっか。1年保証とか2年保証とか。あーね。その保証期間はまあ置いとくか。確かに。うん。冷蔵庫のやつとかも置いてますね。うん。PS5 も置いてる。やっぱ、その、大丈夫かなって思うものだったらいいかもしれないですけどね。大きなものだったら、やっぱ、大きな買い物したものだったらちょっとね、置いとくかな。続いてラジオネームゆききさん。さやかちゃんこんばんは。こんばんは。ここ最近から聞き始めた新参者です。私はミス断捨離のそんなほかしいのコーナーが大好きです。さてそんなミス断捨離先生にご相談です。私は営業で転勤族なのですが、仕事で使う参考書や趣味のもの、昔勉強してた教科書などが捨てられず、次別の場所に転勤するとき引っ越しが大変だろうなぁと思いつつも捨てるのに踏ん切りがつかずにいます。ミニマリストになりたい私にミス断捨離先生からありがたいお言葉をください。あー、それは大変ですね。定期的にそうやって移動しなければいけない時があるんですもんね。その時に確かに増えると大変かもしれないね。私はでも本当に好きなものだけ置いてますかね。昔結構ノートとかも頑張って取ってたし、勉強も好きだったんで、学生時代のそういった参考書とかは好きだし、もったいないなって思ってたんですけど、結果まあやっぱね、学生時代と全く同じことを今するわけじゃないので、本当に趣味、今はもう過去はね勉強道具だったものが趣味に変わって、趣味として見るんだったらいいんですけど、そうじゃないものが多分ほとんどだと思うので、そういうものはほかしましょう。 Goodbye, 君の運命。はい、増えて
来るかもしれないんでね、やっぱ増えた分処分していかないとね、どんどん増えていきますからね。はい、もう後戻りできなくなる前にね、整理しましょう。ではラジオネームマリナさん、私は面白消しゴム、重消しを処分するのか迷っています。習い事でスタンプを貯めたら重消しがプレゼントでもらえるシステムにドハマりし、小さい頃からずっと集めてきました。小さくてリアルなものは今も好きだし、毎回ではないけど掃除の時に懐かしいなぁと眺めているので捨てるのを戸惑います。ミス断捨離先生、重消しは置いておいていいものでしょうか。使えばいいんじゃないですかね。捨てる、うん、なんか捨てるってなったらね、使えるものだからもったいないなって、まあちょっと思うところが、私はもったいない人間なんでね、あるんで、まあオブジェとして置くならよし、でもなんかちょっとでもなんか邪魔だなーって内心どっかで思ってるんだったら、まあまずは消費してみるっていうところから始めてみてはいかがでしょうか。ね、ざっくりやっぱ残す、捨てる、使うっていうね、三択がありますからね。使えるものはまずはね、使っていって環境に優しくいけばいいんじゃないでしょうか。はい、皆さんのお悩み一刀両断できたでしょうか。応援しております。ではここで一曲いきましょう。もう本当に海外映画のクライマックスとかに流れるぐらいのね、本当に感動的と言いますか、本当にこう世界観の大きなね、グッとくる一曲です。聴いてください。ナルバリッチ、ロストゲーム。ナルバリッチ、ロストゲーム、お送りしました。お知らせの後もまだまだふつおた紹介していきます。しゃべるね。六本木ヒルズ33階 J-Wave から山本さやかがお送りしているスパーク、今日はふつおた祭り開催中です。引き続きふつおた紹介していきます。ラジオネームゆうささん、さやかちゃんこんばんは。こんばんは。今さやかちゃんはシンガーソングライターで、チーム SY で言えばボーカル&ギターですよね。もし生まれ変わったらバンドでどの楽器をやりたいとかありますか。これはね、よくでもなんかありますよね、こういう話ね。なんやろな、どれもかっこいいからな。どれも全然違って、リズム系のドラムベースなのか、まあ花形というかメロディーライン上物のギターとかバイオリンとか、まあ、ピアノとかもねありますしね。どれやろな。でもやっぱドラム憧れますよね。マジで中心じゃないですか、バンドの。うん、崩れられないっていう、そのね、責任感みたいなのめっちゃあるとは思うんですけど、気持ちよさそうですよね。うちのバンドのさとこさんとか、よっちさんとか、よっちさんの日もあれば、さとこさんの日もあるっていうね、ツアーやってるとそういう時があるんですけど、これやっぱ全然、なんか違ったりするんですよね。人が変わると、なんかそういうのも聞くと、あ、なんか、やっぱそういう弦楽器とか以外もしっかりやっぱ出るんだなっていう風に感じるし、結構リハでやってなかったことを本番でアドリブで入れてらっしゃったりとかするんですよ。なんかそういう遊びとかもね、かっこよくやってみたいなっていう風に思いますね。ギターだと割とね、なんかソロとか決まってるものとかもあったりとかするけどね、ドラムも案外そういうアドリブがね、いっぱい入れられるんだなって思う。あとはコーラスやりたいですね、私。なんか楽器じゃないんですけど、なんかコーラスも最近そうやってみたいなって思ってて、だいたいその自分の曲レコーディングするときって、自分で主メロも歌ってハモも歌うんですけど、自分がハモを歌うことって一生ないじゃないですか、自分の曲って。自分はメインを歌ってるんでね。でもなんかやっぱハモって
って気持ちいいし、なんかあるとないじゃ全然違うんで、ハモる側とかコーラスやる側にもなりたいなっていう風になんか思ったりしますね。はい。続いてラジオネームソノさん、さやかちゃんこんばんは。こんばんは。いつも楽しくラジオ聞かせてもらってます。私は5人兄弟の次女として生まれ、姉兄弟妹すべてコンプリートしているど真ん中っ子です。毎年ディズニーに行ったり旅行したり、クリスマスやハロウィンはパーティーをしたり、仲良し家族です。毎日賑やかに過ごしていますが、ついに長女が結婚し旅立っていきました。そんなお姉ちゃんに結婚祝いでプレゼントをあげたいねと兄弟で話をしているのですが、なかなか決まりません。さやかちゃんは両親の結婚記念日は毎年お祝いしてあげているとのことでしたが、兄弟へ結婚祝いを送るとしたらどんなものをプレゼントしますか？よかったら教えてください。あー、おめでたいですね。これはおめでとうございます。そっか、しかも素敵だな、みんなでプレゼントしようってね。何をもらっても嬉しいとは思いますけどね。うん、実用的なものか、そういう、まあ、食べ物とか、消費するものか、っていう感じかな。旅立っていたってことは、新たなこう新生活に二人で入っていくっていうことなんだったら、結構そういう、なんだろう、日用品というか、日常で使うものもね、本当物理的に嬉しいかなって思います。私だったら、バスタオルとかね、うん、バス周りとか嬉しいかな。食べ物はね、外れないかなと思います。ちょっといいお肉とか、お米とかね。そういう自分じゃなかなか、まあ、買えなくはないんだけど、買いにくいというかね、そういうものとか、嬉しいかな。ペア物とかもね、多分いいんじゃないかなって思いますしね。家電もいいね。みんなで買うなら、なおさら、レンジとか、そういう、なくてはならない系とかはね、ありがたいですよね。掃除機とかもいいかもしれないですね。結構いっぱいありますね。うん。ぜひぜひ参考にしてみてください。おめでとうございます。続いて、ラジオネームマスカットさん。さやかさんこんばんは、こんばんは。いよいよ今月末はハロウィンですね。さやかさんはこれまでに番組などで様々なコスプレをやられていますが、一番やって楽しかったなというコスプレは何のコスプレですか？また気に入った点もあったら教えてほしいです。なるほどね。でもあれだな、そのやってきたコスプレのほとんどが割とまあ可愛い感じのものが多くって、いわゆるなんやろ、あの衣装だけ着替えるっていうタイプで、警察官だったりとか、ナースさんだったり、教師だったり、あと巫女さんとかやったかな。いっぱいやりましたけどね。だから個人的にそのすごい本当ガチもののコスプレっていう意味でやっぱやって楽しかったっていうのと、推しだったっていうので良かったのは東京グールの十三くんでした。これは、あの、連載してるね、雑誌スマートの企画でやらせてもらったんですけど、私がやりたいって言って、メイクさんにもしっかりね、特殊メイク並みのメイクをしてもらって、ウィッグとかも被って、本当にしっかり従属になりきって、衣装とかもね、もちろん着て、従属くんが持っている、まあ、武器というか、特殊アイテムみたいなものがあるんですね。クイーン家と呼ばれるものなんですけど、それ結構、なんか、大きい釜みたいな形をしてるんですけど、それも作ってくださってスタッフさんが、だからあれはマジで興奮しましたね。はい、自分じゃあれはできないですからね。しかも撮影してめっちゃいい写真も撮っていただいたのがね、すごく良かったですね。気に入ってます。ということで、皆さんメールありがとうございます。案外みんなハロウィンとかは気にしたりするもんなんですね。で、メッセージ紹介させていただいた方全員に番組ステッカープレゼントをいたします。ではここで一曲、先日ライブがあったんですが、行きたかったんだけど行けなくてほんまに悔しいので、そのバンドさんの楽曲かけたいと思います。聴いてください。よろしかで行って行って、ヨルシカで行ってお送りしました。
山本さやかがお送りしているスパーク。では引き続きメッセージ紹介していきます。ふつおた祭りです。ラジオネーム小熊のぶーちゃんさん。さやかちゃんこんばんは。こんばんは。さやかちゃんは髪を伸ばしてると言っていましたね。私はずっとショートで髪の毛を伸ばしたいと思って伸ばしてもなかなか伸びず、夏が来てしまって我慢できずに切ってしまいます。そしてまた伸ばしたいなーの繰り返しです。今も絶賛伸ばし中なのですが、私は髪の毛が伸びるのが本当に遅くて、さやかちゃんはすごく伸びるのが早くて羨ましいです。早く伸びるためのお手入れやヘアケアでおすすめや実践していることはありますか？わかるわ本当に。ほんと我慢できないんですよね。でもミディアムというかボブぐらいまでも伸ばせたらもう勝ちだと思っていいと思いますけどね。なんかストレートでもうこう問題ないぐらいまで伸びると本当にね、あとはもう無でいれば自然と伸びていくんですけどね。私伸びるの早いのか、やっぱりケアね、お手入れか。でもなんだろう、やっぱ髪の毛に負担をかけないとか頭皮のケアをするとかなんですかね。なんかよく言ったりするのは、厚めのお湯とかだったら、まあこれはカラーとかもそうか、なんか落ちやすかったりとかね、髪が傷みやすかったりとか。最近ドライヤーもあれですよね、なんか熱風っていうよりかはちょっと優しめの温風で、どっちかというと本当なんやろ、風力っていうんですか、暑さよりも。で乾かすもので、なんかマイナスイオンが出るやつだったりとかね、そういうものが多くなってますよね。私の場合はいつも前髪がそれで、前髪を今までで本当何回伸ばしたいと思って切ったかっていうのがあって、今度こそと思って今挑戦中なんですよね。でなんですけど、なんか今までそんななかったのに、ここ最近癖毛がすごくて、前髪特にもううんねうねなんですよ。でこれをどうにかできないかなと思って、あの美容師さんとかにも相談してたら、美容師さんがね、なんかいろいろこう言ってくれて、まあもしかしたら今のシャンプーが今の髪質にはもう合わないのかもなって。だから、あ、そういうことか、髪質によってシャンプーも変えていくべきなんだなってことも知ったし、でなんかこのドライヤーすごいおすすめっていうのを画像貼って送ってくれたんですけど、それが7万円ぐらいしてとても買えないなって思ったんですけど、それ買ってみたらどうですかね。7万円ですけど、多分美容師さんとかが美容室で使われてるドライヤーだと思うんですよね。レプロナイザーっていうドライヤー、お高いんですけどね、すごいおすすめって言ってました。どういう効果があるのか私は使ってないのであんまわからないんですけどね、それだけのきっとお値段っていうことは、それだけの効果が得られるのかなと思いますんで、よかったら検討してみてはいかがでしょうか。あとは本当シャンプーとかもね、できればね美容院のやつ使うのが一番いいとは思うんですよ。なんですけど、まあ毎月毎月そういうの買ってたらね、お金もかかりますから、ちょっといろいろ種類をね変えてみるとか、そういうのもいいかなって思います。はい、続いてラジオネームサリちゃん。さやかちゃんこんばんは。こんばんは。今年もあと3ヶ月を切りましたね。そこで2021年やりきったと言えるように、今月から朝活を始めました。日によって大学の始まる次元が違って、起きる時間がバラバラだったり、休みになると夜更かししがちで良くないなと思いつつ、ダラダラと続けてしまっていました。何か一つ習慣づけて頑張ってみようと始めた朝活でしたが、早起きすることで生産性が上がり、他のことにも意欲的になれました。さやかちゃんは今年中にやっておきたいことありますか？めっちゃいいですね。ほんと早起きは三文の徳って言葉ありますよね。起きればいいことあるし、効率的に動けるってことは分かってるんですけどね、起きれないんですよね。私が今年中にやっておきたいこと、リングフィットかな。できれば私も朝にやりたいんですよ。何かその日仕事がある時とかだったら、より活発的に脳も働くかな、体も働くかなって思いますし、仕事まで時間があるんだったら、その運動した後にね、何か他のことにも取り組めるだろうしなって思うし、まずそのリングフィットをね、バースデーライブの時に欲しいって言ってたのをスタッフさんがくださったんですけど、まだ一回もやってないんですよ。3ヶ月経つんですけど。
でもやりたいし、一回やったことあるんですけど、結構ね聞いたんですよ。だからやりたいなって思ってるんで、まああと3ヶ月やりたいなで終わらせずにやりたいなって思ってます。はい、本当やらなきゃな。一回やればきっとね、よしやろうってね、軽くスイッチも入るかなと思うんでね、まずはやってみます。明日やろう。明日の朝ねやります。サリーちゃん見習って。スパークリングフィット観察日記、いやー私うまいこと口で言うようになっちゃうかもしれない。なんか写真載せるとかね、そういう習慣をつければねいいかもしれないですね。はあ、それちょっとやってみようかな。ありがとうございます。メッセージ紹介させていただいた方全員に番組ステーカープレゼントいたします。ではここで一曲、私の楽曲をお届けしたいと思います。みんなで盛り上がりましょう。山本さやかで Are you ready?山本さやかで Are you ready? お送りしました。さてここでスパークリスナーにお知らせです。スパークの番組イベント、スパークライブボリューム5の開催が決定しました。日にちは2021年12月9日木曜日、場所はゼップダイバーシティです。ジェーブスパークライブボリューム5、この出演は私山本さやか、そして私の楽曲もプロデュースしていただいたシーズです。他のアーティストさん、バンドさんと同じステージでライブをやらせていただくっていうことは、まあ初めてかもしれないですね、私にとって。はい、なのでとっても楽しみです。このライブのチケットは明日の正午から JAB の無料会員サービス JAMIE で最速先行予約を受け付けます。詳しくは JAB のホームページをご覧ください。ではここでスパークと講談社の小説投稿サイトノベルデイズによるコラボレーション企画いきましょう。題して山本さやかが心を乗せて読む深夜のほっこりショートコンテスト。お題は24時50分、どこかの誰かのモノローグ。今週紹介するのはスマモさんの作品、タイトルは天使の微笑み。では朗読していきたいと思います。リズムよく小さな背中を優しく優しく叩く。ゆらゆらゆら。左足に力を入れてはまた抜いて体を上下に揺らす。24時30分か。この動作を始めたのは22時過ぎた頃だった。手がもう痺れて腕も痛い。感覚がなくなってきそうだ。机にはコンビニで買ってきた食べかけのラーメン。遡って21時50分。すやすやと寝息を立て出した隙を見て、コンビニで急いで買ってきたラーメンをチンして夜ご飯を食べ始めたところだった。麺はふやけてしまって、スープもすっかりなくなってしまった。お腹すいた。思わずつぶやいた。はぁ、とため息をついて下に目を向けると、まつげにたくさんの涙をつけて、目を閉じたまま、ふえ、ふえ、と、また泣くぞと言わんばかりの小さな我が子。それでも睡魔に襲われて目を開けれずにいるんだろう。そんなに眠いなら、寝ちゃえばいいのに。思わず笑いそうになる。ああ、ママは疲れました。毎日毎日よく泣きますね。ママはご飯もろくに食べれません。いつまでこんな生活が続くのでしょうか。いい加減に寝てほしいです。お願いします。一生のお願いです。そんなことを何もわからない赤ちゃんに言ってしまう。
それほど疲れていた。ゆらゆらゆら、何も言わなくなったな。ふと下にもう一度目をやると、睡魔にすっかりやられてしまった小さな赤ちゃんは、涙をいっぱいつけた長いまつげで、ぷくぷくとした弾けそうなほっぺたで、小さいお口がニッと上がって微笑んだ。もう、ママの苦労も知らないで、と思わず私も笑顔になる。24時50分、すやすやとまた寝息を立てる。いつまたママを困らせるの？ふっと笑って、おやすみ、大好きだよ。おでこにそっとキスをする。ミワで、あなたがここにいて抱きしめることができるならお送りしました。今日のほっこりショートストーリーは、スモモさんの作品。タイトルは、天使の微笑みでした。ママーでしたね。なんか、自分もこうやってね、困らせてたのかなって思うと本当に感謝しないといけないなって思いますし、この天使ちゃんもね、いつかそうやって気づく時が来るんですね。本当、きっとこういう夜がママにはあるんですよね。なんならやっぱり、まだまだちっちゃい時ってね、やっぱ泣くことでしかこう表現できないからね。そういう日が毎日続くと思うんでね、夜泣きって言いますもんね。だからご飯も食べられずに抱っこをしないといけない、大変だと思いますがね。いや、そんな天使ちゃんのためにもね、優しいママでね、いてあげてほしいなって思いますね。すごい温かい気持ちになるストーリーでした。スモモさんには副賞をお送りいたします。ありがとうございました。これまで選ばせていただいた作品をもう一度読みたいという方、講談社ノベルデイズのサイトに受賞作品の紹介ページもありますので、そちらでぜひチェックしてみてください。話題は24時50分、どこかの誰かのモノローグ。深夜12時50分、今どこかで誰かが考えていることを妄想して物語を紡いでください。ほっこりする話、キュンとする話、あるある話などお待ちしています。詳しくは講談社ノベルデイズのサイト、スパークのホームページをチェックしてください。そして現在、ほっこりショートストーリーがアップルポッドキャストの有料ポッドキャスト番組として配信中です。ここでしか聞けない私のほっこりエピソードも聞けますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。詳しくは JWEB のホームページから。山本さやかのスパークマンデー、お知らせの後はエンディング、チキショー。JA 部から山本さやかがお送りしてきたスパークマンデー、そろそろお別れのお時間です。今日はね、ふつおたいっぱいでいろんなお話させていただきました。皆さんありがとうございましたね。ふつおたでしかやっぱ話せない内容っていうのもあるかなって思うんでね、ふつおたもね、もっと定期的にできたらいいなと思いますね。そして次回のスパークマンデーのメッセージテーマは、私1位になりました。次回のスパークマンデーのオンエア日が11月1日、1が3つ並んでいるめでたい日なので、このテーマでいきたいと思います。1位になったこと何でも OK です。試験で1位、かけっこで1位、早食いで1位、ゲームで1位などなど、ぜひ皆さんが1位に輝いた時のエピソード教えてください。その他、捨てられなくて困っている方、そんなおほかしい宛てまでメッセージください。私ミス断捨離が優しく導いてあげます。番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからお待ちしております。番組インスタもチェックお願いします。今日もこの後写真か動画アップいたします。アカウントは jwave アンダーバースパークアンダーバーさやかです。フォローお願いします。さて、明日のスパークはポルカドットスティングレーのしずくさんが担当、そしてこの後1時からはキングスプレイス、ジェニーハイが担当される、今回が最終回だそうです。そんな今回は川谷さんと小籔さんが担当されます。引き続き J-WAVE で楽しんでください。それではまた来週、山本さやかでした。バイバーイ。